瀬戸康史の動画。妖怪のせいじゃねえお前のせい。どうもこんにちは、瀬戸にゃんです。なんと iPhone、 ここにある iPhone の機能で Siri っていう機能がありますよね。音声認識してくれて、あの声でね、いろんなもの探したりする、あのいつも僕が動画作ってる Siri ですよ。あの Siri がなんと妖怪ウォッチのネタに反応するという記事が出たというのを教えていただいて、マジかマジかと思って、でどうやら、今度アップルが出すアップルウォッチ、ウォッチだから多分日本人は妖怪ウォッチ好きだから、アップルウォッチと妖怪ウォッチをなんかかけて、なんかプロモーションの一環としてここに仕込んであるみたいな話が書いてあってですね、なんかね妖怪ウォッチネタに反応するっつうからさ、今日はちょっとね試してみたいと思いますよ。ただ僕はですね、その妖怪ウォッチのことやってるにもかかわらず、テレビとか何にも見たことないんで、妖怪ウォッチネタを知らないんですよ。だからネット見たらいろいろね、この初心者 の知識ゼロでも、妖怪ウォッチのネタで話すことができるなんか用語集とかなんかいろんなものがあったんで、それを見ながら妖怪ウォッチネタをこのシリにぶち込んでいきたいと思います。瀬戸康史の動画。よし、それでは行くぞ。まずはとりあえず、すみません、ごめんなさい、間違えました。すみません、よくわかりません。ですよね、ですよね。まずは、初歩的に妖怪ウォッチの名前だけ言ってみましょう。いきます。妖怪ウォッチ、こちらが見つかりました。いや、なんかなんでそのスタンダードに検索されちゃったよ。いや、違うな。じゃあ、ジバニャン。ジバニャン、すみません、よくわかりません。チバニャン、チバニャン、ジバニャン。ジーパンニャン。いや、ちょ、やっぱ言い方変えちゃったから、言い方変えちゃったから、ジバニャン。すみません、聞こえませんでした。聞こえてるだろ、聞こえてるだろ、聞こえてるだろ、絶対ジバニャン。すみません、よくわかりません。なんなんだよ、わかんないんだこいつ。じゃあどうしようかな。じゃあここに書いてあるのやってみようか。なんかね、妖怪メダルセットオンってなんか言うんだろうね。あ、うちあるから、これもらいましたから、うちありますから、これ妖怪ウォッチゼロ式持ってますから。じゃあこれでいくわ。妖怪メダルセットオン。完全おじさん、完全おじさんみたいな感じだった。妖怪メダルセットオン。設定出てきちゃったよ。いや、違うんですよ。いや、言い方ダメなんだ。妖怪メダルセットオン。いった。すみません、呼び出せません。妖怪の仕業かもしれません。おお、来たー。妖怪の仕業かもしれませんと。妖怪のせいだよね。そうだよね。すみません、よくわかりません。妖怪なせいだよですぞ。違うよ、なんかね、俺の友達に、俺の友達出てこいとかっていうのあるらしいね。なんか言うのかな、俺の友達出てこいとかって言うのかな。ちょっとやってみよう。俺の友達出てこい。私にはいろんなことができますが、妖怪を召喚することはできません。おお、言った言ったぜ。じゃあもう一回言ってみよう。俺の友達出てこい。俺っち友達アップルウォッチ、ちょっと私は妖怪ではありませんよ。うお、ちょっと待って、これ乗り突っ込むんじゃないの。俺っち友達アップルウォッチ、ちょっと私は妖怪ではありませんよ。では答えてあげよう。乗り突っ込みですか。それは面白い質問ですね、コウジさん。おー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 、それは面白い返しですね、シリさん。私ですか。私です。私には意味がわかりません。意味がわかんないのはお前の方だと思うんですが。少々お待ちください、意味がわかんないの。ブーン。すみません、理解できませんでした。違う、ブーン、うん、ブームに関するご注文。ブーンじゃねえんだよ、ブーン。すみません、なんとおっしゃったかわかりませんでした。妖怪メダルセットオン。
妖怪も出てきませんね。寝ているのかもしれません。おいおいおい、じゃあちょっと、よう出る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 妖怪出るけん出られんけん、よう出る妖怪出るみでられんけんに関するこちら出るみでられんけん、みでられんけん、よう出る妖怪出るみでられんけん、すごそうな連携だな。ジバニャン。すみません、なんでジバニャンでるの。冬にゃん。すみません、冬に飯、よくわかりません。冬に飯って出てきたよ。他になんだろう、用語、用語、行こう。ジバニャン名言まとめっていうところに書いてあるのちょっと読むわ。これめっちゃ美味しいにゃん。甘いクリームと柔らかいパンが絶妙なハーモニーを醸し出してるにゃん。それは面白い質問ですね、コウジさん。バカにされてんの？バカにしてますか？残念ながらそれはできません。どういうことですか？シリさん。はい。パンティ見せて。こちらの情報が見つかりました。ああ、本当に見せてくれちゃった。本当にパンティ見せてくれちゃった。ありがとう。お役に立つことこそ私の使命です。妖怪メダル、セットオン。オレッジ、友達アップルを。それも聞いた。すみません、よくわかりません。くそー。プリッチー。ウェブでプリッチに関する。オレッジ、友達。すみません、よくわかりません。どうしてうんちは臭いんだ。私はそんな言葉を使いませんよ。妖怪ウォッチの言葉ですよ。妖怪ウォッチの言葉に、アップルウォッチ。これでしょ、聞いてるんじゃん。アップルウォッチに関することなら何でもアップルのウェブサイトでわかりますよ。お前わかんねえのかよ。お前はわからないのかよ。すみません、母国語ではないもので別の言い方でもう一度お願いできますか。別の言い方？お前はわからないのかよの別の言い方？母国語ではない。わかりました。ビルクゾン兄ちゃんじゃなくていいんだったね。だしなんだかどうもそのだ。ビルクゾンはそんなに簡単なところかかよ。よく聞こえませんでした。ビクジェンナチャサンチラッタッタエラカナンチナラッタメナゾンモン。はい、私のことですね。通じちゃったの？すみません、よくわかりま。辻ちゃん。辻さんの連絡先は登録せ。妖怪ウォッチ。妖怪ウォッチに関するこちらの情報が。俺妖怪ウォッチじゃん。俺妖怪ウォッチじゃん。俺ウォッチで悪かったな。すみません、よくわかりません。妖怪のせいじゃない、お前のせい。そう、門芸。すみません、よくわかりません。コマさん。コマさんの連絡先は登録。そんな、その登録されてるわけねえだろ。コマさんの連絡先俺が知りてえわ。ウェブで俺なしでに関する情報。チャーちゃん、チャーちゃん。すみません、よくわかりません。もう動画をそろそろ終わりたいんですが、なんか最後締めみたいな感じになってないので、なんか終わりどころがもうなくなってる感じなんですけど、どうしたらいいのか教えてください、シリさん。それは面白い質問ですね、コウジさん。もう動画をそろそろ終わりたいんですが、なんか最後の締めみたいな感じになってないので、なんか終わりどころでもなくなってる感じなんですけど、どうしたらいいのか教えてください、シリさん。もう完璧じゃん。一発ギャグやって。残念ながらそれはできません。できないの？ダジャレ言って。私の言語のジョークはお分かりにならないでしょう。どのみちあんまり面白くないんですよ。聞きたいですね。ダジャレ言って。親父ギャグしか思いつかないのでやめて。いや、これ言うやつじゃないの、これ。言うやつじゃないの？じゃあもうシリさんのね、ダジャレでね、終わらせていただきましょう。ダジャレ言って。私の言語のジョークはお分かり。ダジャレ言って。コウ
チさん、冗談なんて知りません、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 知りません。コーチさん、コーチさん、コーチさん、冗談なんて知りません。コーチさん、コーチさん、冗談なんて知りません。さよなら。コーチさん、コーチさん、コーチさん、冗談なんて知りません。コーチさん、コーチさん、冗談なんて知りません。コーチさん、コーチさん、冗談なんて知りません。